います。この選手がドブレ選手であります。昨年の世界選手権のチャンピオンであります。さあどんな飛び方を見せてくれるんでしょうかね。今表示が出てますが440と出てますね。はい、4番といいますのはロンダートから入りまして、伸身の宙返りなんですけれども、なるほど、塚原の伸身と同じ飛び方になりますけれども後ろ向きに踏み切るわけですね、はい、なるほど、はい、これはしかし完全に成功したとしましても 9.90 ですね。はい、そうでございます。そうですね、はい、彼女膝をちょっと痛めてまして、世界選手権の時は優勝しましたけれども、今回も手術の後だもんですから、自分の力十分に出し切れなかったと思うんですね。そうですね、はい、なんですか、今年の春に床運動の練習中に左膝を痛めておりまして、その左膝には現在もサポーターを巻いております、はい、さあ1本目であります。ロンダードから後方の伸身の宙返りですが、とどうですか。はい、着地がちょっと止まりませんでしたもんですからね、やはり、一部は減点されますね。あ、そうですか、はい、しかし素質的に言いますとルーマニアの関係者に聞いてみますとね、はい、一番上なんじゃないかと、シリバシより上なんじゃないかということをおっしゃってましたが。そうですね、スタイルから何から何まで、はい、シリバシよりも上だと思います。なるほど、はい、そのドブレ選手の1本目であります。これから間もなく2本目を飛んでくれると思うんですが、今度はちょっとひねりを入れてほしいような気もしますがね。はい、4の61になっておりますので、はい、伸身の1回ひねりをいたします。そういうことですね、はい、はい、ります。大会は第1日目個人総合選手権です。自由演技のみの演技でございまして、それで女子の方は4種目、男子の方は6種目の合計で個人総合優勝者が決まるわけであります。今回はシリバシュ、それからドブレ、ルーマニア勢、そしてソビエトからはボギンスカヤ、そうそうたるメンバーが出場しておりますが、1本目の得点は 9.65 と出ました。1本目の得点は 9.65 であります。さあ2本目、右手が上がりました。今度は1回ひねります。ロンダードから後方屈伸または伸身宙返りの1回ひねり。さて屈伸になりますか、伸身になりますか。伸身でしょうね。伸身ですか、はい、はい、ロンダードから伸身の1回ひねりですが、いかがですか。はい、やはり膝をかばっているようですね。着地をきちんと決めませんですから、膝に重心がかかりすぎるとまた痛めるんじゃないかという。なるほどね、はい、最後もなんかちょっと腰が落ちかけましたものね、はい、それと足の割れがちょっと気になりますですね。なるほどね、はい、というドブレ選手ですが、来年の世界選手権、それからヨーロッパ選手権ではメダルを奪還したいということを言っておりました。